したから。早く粉砕持ってないんだよ。あー、犯人を暴け。誰が犯人なのか。集めるだけの手がかりは集められたはずだ。待ってろキノコ、敵は必ず仕留めてやる。今んとこ今回は私犯人まだ全然分かってないよね。お話はもちろんキノコの件ですよね。あ、キノコをやった犯人を突き止めたい。しずくさん、まともに取り合うことないんじゃないかい。早く食べたーい。今回はみんな集中力が続かないと思った方がいいわ。確かにこのたるんだ空気、適当なこと言うとすぐに解散だろうな。犯人を突き止めたいのはわかるけど、今回は難しいんじゃないか。でもちょっと光がなんか怪しい感じするよね。はい、あんな残酷なことができる方そうそういるとは思えません。そうそういないなら逆に絞りやすいとも言えるがな。どうしたんだ深夜。何がだ。いや、なんか話に入ってくるイメージなかったから。貴様、無駄話をしている場合か。そうだった、今は少しでも犯人に近づかないと。犯人がどういうやつか分かりそうなものなんてあったか。犯人が分かりそうなものとかあった。カツラ。いやでもカツラはな、カツラ川で釣れたビチャビチャしている違うこれだ、これを見ろ。ああ、見えるぞ、貴様の低能ぶりがはっきりとな。う、つらい。くう、深夜でも分かるレベルの間違いだった。んー、どれだ。犯人がどういうやつか分かりそうなもの、やっぱり現場の写真。現場を思い出してくれ。そこにはキノコを嘲笑うかのようにタケノコがいたはずだ。あ、本当です。つまりタケノコと事件はどうつながるんだ。犯人はタケノコ派、犯人は過激派のタケノコ派で、過激派おやつにタケノコの町を持ってきてるやつなんだよ。お、キノコの村に対してタケノコの町なんやね、発展してるとなれば話は早いんじゃないのかい。タケノコ派の方は名乗り出てください。このタイミングで名乗り出る、犯人になるやん。俺はキノコ派。私はキノコ派です。僕はキノコの持ちやすさが好きだよ。まあキノコ派よね。キノコかな。あの傘の形が素晴らしいんじゃないのかい。タケノコなど実にくだらない。え、みんなキノコ派。誰もタケノコの町なんて持ってきてないんじゃないか。あるいは誰かが嘘をついているということだ。そういうことか。誰かが俺を騙している。そして今日の深夜やっぱ変だ。これは若葉じゃない。ちょっと思った、最初光が怪しいと思ったけど、若葉のバッグの中に入っていると見た。確かに犯人が名乗り出るように真似はしませんよね。じゃあ荷物検査だ。そしたらタケノコの町の箱が出てくるかも。バカね、箱なんて犯人がとっくに捨てるとは思わないの。そうだよな。探し回ったけどタケノコの箱なんてなかったし。すんすん、さくら、あっちからいい匂い。向こうでバーベキューやってるみたいよ。美味しそうなの運んでるわ。運ぶ、これって何かヒントになりそうな。もう切り上げてバーベキューにしないかい。いや、まだだ。え、現場にはタケノコがあったのにタケノコの箱はどこにもなかった。つまりこれは犯人は今もタケノコを持ち歩いている、運ぶっていうことだから。そりゃあ見つからないわけだ。犯人は箱を持ち歩いてるみたいだからな。そんな、今もってことですか。あ、あくまで可能性だけど、今はこれにすがるしかない。アホだ、あんた一体何を考えてるの。さくらに全員を嗅いでもらう、鼻、全員をジャンプさせる、全員服を脱いでもらう。それはちょっとダメだからジャンプか嗅いでもらうか。パス、さくらに全員を嗅いでもらうさくらの嗅覚はかなりのものなんだ。そこで一人ずつさくらがみんなを嗅いで回るっていうのはどうだ。この変態、何がどう変態なんだと聞きたいところだけど、どのみち若葉の監視下じゃ無理そうだな。犯人は箱を持ち歩いてる可能性、今はこれにすがるしかない。ってことはやっぱりジャンプか。全員をジャンプさせる。全員その場でジャンプしてもらおうか。バカ、なんでそんなことしなくならないのよ。別にそれぐらい良くない？
もしタケノコの箱を持ってるやつがこの場でジャンプすればどうなる？あ、シャカシャカシャカと、シャカシャカシャカと、箱の中のタケノコが音を奏でるんじゃないのかい？そうだ、いくら隠したところで、箱の中の音までは隠すことができない。さすがです、アフダさん。試す価値はありそうだ。行くぞ。ふん。えい。仕方ないわね。はーい。舞えばいいのかい？え、あとは光るだけだな。悪いアホだ。僕はパスするよ。なぜ？え、一回だけでいいんだけど。貴様、無理をさせるな。あ、そっか。もしかして光が痺る理由って。頭が痛いってこと？そうだと言ったろ。無理をさせるな。ヒカル、頭痛いのか？ああ、そうそう。ちょっと頭がクラクラしてね。貴様らのせいだ。反省しろ。なんだろう、引っかかるな。ちょっと。ん？水流で足元に滴ってるそれ、どうにかしなさいよ。え？何これ？漏らしたのかい？お前や深夜と一緒にするな。多分滴ってるのって。滴った？カツラ？それは何ですか？これは川で釣れた新種の海藻だ。大発見じゃないか。な、ヒカル。すごい発見だ。本当にすごい発見かもしれないし、学会に提出してみないか？僕が預かるよ。待て。なんだよ、俺の発見横取りか？濡れたまま渡すな。頭痛が悪化して風邪でも引かれてみろ。この演じさらけのサークルを誰が求めるんだ？妙に優しいと思ったらそっちの心配だったのか。いや、構わない。だから早くそれをこっちに。おう、学会に出すんだから綺麗に乾かさないとな。ドライヤー。ブオー。これは。どうしてこんなものがキャンプ場に？ふん、貴様はカツラを学会に提出する気だったのか？本当だね。頭痛がひどくなってきたし、僕は先に休ませてもらうよ。待て、ヒカル。もう一度答えてくれ。悪いけど、頭痛がひどいんだ。本当に一度しか答えないよ。ここでヒカルを返すのは違う気がする。お前は頭痛じゃなく、これがないせいで頭を抱えていたんじゃないのか。お、デスターン間違ったら即解散。え、これがないせいで頭を抱えていた？黒いピン？カツラ？え、どっち？怖いんだけど。でも探しちゃったのは黒いピンやったよね。え、でも今の流れやったらカツラじゃない？黒いピン。それはピン止めですか？アホダくん、女子の私物を漁ったのかい？私のではありませんよ。私もさくらも違うわ。別にピン止めは女子のためにあるんじゃない。ピン止めは何かを固定するためにあるんだ。ヒカル、お前はカツラを固定するピン止めがないから頭を押さえていたんじゃないのか。何を言うかと思えば、僕がカツラなわけないだろう。じゃあ問題ないよな。その頭にこれを当てても。え、これ？え、違う。これだ、これを見ろ。ちょっと待って。うわ、怖い。僕はカツラなんかじゃない。これを当てても、ドライヤーか。やめろ、こっちに向けるな。アホダさん、待ってください。私たちは人の秘密を暴くことが目的ではないはずです。タケノコの処女も確かめるため、全員をジャンプするのが目的のはずでしょ。ああ、もちろん。あくまで秘密を暴くのは手手段だ。ではおやめになって。やっぱりヒカルがジャンプしないのは変なんだ。だってジャンプしてカツラがずれるのが怖いなら、カツラを押さえてジャンプすればいいだろ。あ、言われてみれば。ザ・ツライズじゃないのかい。ふん、ジャンプをしない理由にはならないな。あ、だからこの事件の犯人は。ジャンプしないということはタケノコを隠し持っているからだろう。ヒカル。知らないよ。知らない。じゃあ今すぐジャンプしてもらおうか。こいつはいい風吹かせて。うおー、かっこよくねえよ。何？ハゲだったの？飛んでないよ。
そうだ、僕がキノコキラーだ。ちょ待って、どういうポーズ。冗談でしょ、あんなにお優しいヒカルさんが。そうだね、僕があんなことできるはずがないよね。でもその僕こそが残虐非道のタケノコ派だ。お前ただで済むと思うなよ。なんかめっちゃキャラ変わったね。ただデジタル間違ったら即解散。でもどっちにしろだからね、私な、殴る殴らない、どうするのこれ。殴るべきなのか、殴らない。どうしたアホだ、殴られるかと思ったけど、おじけづいてしまったかな。いいや、俺の怒りはお前をぶん殴った程度じゃ収まらないんだよ。何、お前には俺以上の苦しみを味わってもらわないと気が済まない。一体何をされるおつもりですか。どうか暴力だけは。あれやない、目には目をってことやろ。タケノコをどうにかするってことやない。ヒカルには自分の手でタケノコを粉砕してもらう。な、ほ、それで済んでよかったのさ。よくない、僕を殴ってそれでおしまい、それでいいだろ。ダメだ、できないよ、タケノコを粉砕するなんて。貴様はこいつほど賢ごときに浸水しているわけでもあるまい。さっさとサクッと粉砕しろ。そうだ、早くタケノコを粉砕しろ。だから早く粉砕。持ってないんだよ。あーハゲだ、マジか。キャー、そりゃなるよ。悲鳴は失礼でしょ。うわー、一体何がどうなってる。どうしてお前タケノコの町じゃなくてキノコの村を持ってるんだよ。どういうこと。え、これはお前のおやつだよ。何言ってるんだ、俺のキノコはお前がやったんだろうが。現場にあったのは僕がおやつに持ってきたキノコだよ。何がどうなってるんだい。僕はアホだと同じキノコ派だ。嘘だろ、同じキノコ派がどうしてあんなむごいことができる。君が何よりもキノコを大事に思ってることぐらい知ってるからね。僕は自分が持ってきたおやつを見せしめに使うしかなかったんだ。その言い方じゃまるで処刑したくなかったように聞こえるのさ。ヒカルはキノコ派、もしそれが本当なら。ヒカルは脅迫されている、キノコは生贄に必要だった。脅迫されている、手を下したのはヒカルだった。でも指示を出した犯人が他にいるんだ。待って、全くわからないんだけど。いえ、誰に脅された。悪い、俺が言えるのはここまでだ。アホだ、お前を信じてる。お前の手で真実にたどり着いてくれることを。やっぱり若葉。ああ、誓おう、俺のキノコを守ってくれたお前の友情に誓って。アホだくんだけいい格好させられないんじゃないのかい。ええ、ここまで来たらみんなで見つけ出すわよ。あれ、若葉違うの。だが、どうする気だ。そこだよな、だって結局みんなにジャンプしてもらってもタケノコの町は出てこなかったし。待て、ん、まだジャンプしていないやつがいるだろう。それってまさか、え、本人。俺はジャンプしてない。でもヘチマもない、飛べ。この行動が何を示すとかわからないけど、今は進むしかないのか。とりゃ、あ、バッグを持っとるけんってこと。シャカシャカ。犯人は貴様だ。どう聞いてもタケノコのリズムじゃないかい。いや、わからんけど。この事件はアホダさんの自作自演だったのですか。なわけあるか。貴様も落ちたな。かまってほしさに事件まで起こすとは。ありえない。俺のおやつは奪われたんだ。だとすると、この音の正体は。ただやっぱり若葉、なんか進んで協力してくれようとしよるけど若葉よね。俺はタケノコなんか持ってない。だけど一つだけ中身がわからないものを拾ったんだ。音の正体はそれだと言いたいのか。じゃあさっさと開けたらいいんじゃないかい。見たらわかるでしょ、鍵がついてるわ。そう、大事なものには鍵をつけるもんだよな。だからこそこれには開ける価値がある。話聞いてた、鍵がついてるんだから。待ってください、この鍵、ダイヤルを回せば開くんじゃないでしょうか。まあ、鍵だからね。そうなんだよね。でも解除番号なんて。解除番号？
番号が分かりそうなものが別になかったよね。解除番号なんて分からない。解除番号なんて分からないし、謎解きなんて無理だ。だからここでさくら、俺にかかれば俺たちの謎解きは無理なんだ。ここまで来て諦めるなんて、いやいや諦めるなんて誰も言ってないよ。謎が解けないならぶっ壊せばいい。ヘイブラザー、さすがに限界なんじゃないのかい。限界を決めるのはいつだって自分自身だ。ああ、俺は限界を超える。誰かさんはこれを壊せる。バカ、無理に決まってるでしょ。いや、そんなことはないはずだ。この証言が嘘だとは思えないからな。さくらに壊せないものなんてない。若葉、お前自身がこう言ったんじゃないか。あれは勢いっていうか、本気で壊せるなんて。じゃあお前は嘘をついたのか。違うわ、嘘なんかじゃない。だったらさくらの力を証明してもらおうじゃないか。やれさくら。オッケー、めきょ簡単。でかしたさくら。アンビリーバブ。なぜ泣いてる。時に筋肉は頭脳を凌駕する。そしてやっぱり中身はタケノコ。これで分かった、もう一人の犯人もこの中にいることが。しかしどうやって探し出すおつもりですか。犯人は光を脅すほどの相手だ。炙り出すなら同じぐらい卑劣にならないといけないな。卑劣ってあんた何を。3秒以内に名乗り出なければタケノコの町を握りつぶす。そんな、人質ならん貸し実ってやつかい。貸し実言いにくい悪魔とは貴様のようなやつを言うんだろうな。3、カウントが始まりました。2、どうしたどうした、骨が砕ける音が聞こえないか。アホダ君は本気なのさ。1、待って、若葉、潮時ね。認めるわ、あなたのキノコにかける情熱、そして私の負けをね。ではまさか。ええ、私こそがタケノコ派であり、ヒカルに指示を出した犯人よ。全部話してもらうぞ。あれは自由時間のことよ。川で遊ぼう。待って、危険がないか確かめてくるわ。そして私はサクラを置いて川辺にいたの。はぁ、頭が蒸れてさすがにかゆいな。ヒカル？やばいやばい。驚いたヒカルは転んで、カツラは川に流されていったわ。若葉、これは、海藻で。海藻、流されたけどいいの？大丈夫、もう一個指がある。それよりも、このことは。大丈夫、誰にも言わないわ。簡単なお願いを聞いてくれたら、ね。お前、ヒカルの弱みを盾にキノコを。そうよ、あんたはおやつに当然キノコを持ってきていると思ったわ。ごめん、若葉には逆らえなくて。保険にカツラのピン止めをすべて取り上げられていたんだ。そして貴様は頭を抱える羽目になったわけか。ヒカルさんは悪役を演じてまで若葉さんをかばう必要があったのですね。でも若葉、どうして急にあんなこと。急に？私は最初から気に食わなかったわ。あんたといるとどこでもキノコの村が目に入ってイライラするのよ。まさかやたら俺に冷たかったのってそれが理由か。そんなにキノコ派は気に食わないならサークル抜ければいいだろう。キノコ派だらけやもんね、このサークル。そうか、サクラがいるから。ま、おかげでもう気が済んだわ。待てよ、お前はそうでも俺は気が済まない。若葉、お前にはタケノコを粉砕してもらう。結局やはりそうなるか。負けたのだし、けじめはつけるわ。ヒュー、若葉は誰かさんと違って大人なのさ。言ってろ、ほらよ、この場で粉砕してもらうからな。分かったわ。サクん、サク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 。お前何やって。サク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 。歯でタケノコを粉砕しています。食べてるってことだねおい待って、それじゃ食ってるのと何ら変わらないだろ。あら、全部粉砕しちゃったわ。確かに粉砕です。食べ物粗末にするよりずっといいんじゃないかな。平和的解決、これんて一件落着だ。そんなもやっとしたけど、ワクはこの後コンビニでキノコの村を買ってくれた。バーベキュー後お腹がいっぱいになったせいで活動する気も起きず自由時間になった。結局しずくちゃんが追いかけてたのは何やったんやろ。よし、今度こそしずくちゃんを誘おう。俺は無事に帰ってきたキノコの村を持って
しずくちゃんを探して歩いていた。しずくちゃん、どこかな。なんか気持ち悪い親父みたいな。さん、カッタです。この声はしずくちゃん。人に普通と誰だ。しずくちゃんと話してるのは深夜。自由時間はどちらに出したんですか。木の上で寝ていた。意外とアグレッシブ。しずくちゃん深夜を追いかけたのか。深夜さん、今日は積極的に意見されてましたね。そういえば嫌に協力的だったな。別に当然なことをしたまでだ。話はそれだけか。あのもしかしてですけど、私もキノコ試験を突き止めようとしてたから協力してくださったのではなんて。私言ったらなんていうのぼれよ。好きなのここ。ん、ふん、ずいぶん身勝手な妄想だな。違いましたよね、ごめんなさい。違うとも言っていないだろう。え、俺は帰る。待ってください、深夜さん。私は深夜さんが好きです。急激に恋愛モード。衝撃でキノコの村落とした。ちょ、エコー、めっちゃエコーかかってる。深夜さんが好きです、好きです、好きです、好きです。ぐしゃ、あー、ザリ、ぐしゃ、あー、キノコの村。え、 To be continued。 事件解決ですよね。神に見放された、神に見放された。このトンチン感。でもクリアじゃないか。2回しか間違えてないよ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いや、なんか事件自体はアホっぽすぎるんやけど、でもなんか妙な緊張感あるよね。楽しい。いや、いいわ、バカさす。